阿川孝一11月から1948年6月は、日本の実業家、満州阿川組社長、長春倉庫運輸株式会社社長、長春日本人商工会議所会頭などを務めた。作家、阿川博之の父で、法学者、阿川直之、エッセイスト阿川沢子の祖父、1870年、山口県峰郡伊佐村の農家に生まれた。父は、阿川利七。 母はの死、阿川家について、阿川広之によると、我が阿川家からは、趣旨学乱学を学んだ者も、勤能の志士も、郷土史に名を残すほどの特能家も出ていないらしい。要するに代々平平凡々たる中くらいの自作能であったと思われるという。孔一は八代目を継ぐ立場だったが、数え20歳になって、早々、大原人を志して、郷里を離れ、家督を、 老いの足しに譲る。1891年、関西法律学校卒業。1893年、和物法律学校卒業。帝国議会外会中、東京通信社社員となり、議事報告に従事する。ウラジオストックへ渡って、ロゴを研究する。1894年、シベリアで、鉄道建設工事を請け負う。1897年に、鉄道建設作業が終わり。 ハバルフスクに移り住む。ドイツ人商人ゲーツマンに見込まれ、食料雑貨け側販売、ゲーツマン商会の会計事務を取り扱う。月給75ルーブルの万等の地位を得る。1899年には、ゲーツマン商会を辞し、満州へ入って、ハルビンに今日定め、写真展を開業する。1900年、東西鉄道のロシア人議士長と契約を交わして、日本人の石膏を提供し、 松花井にかかる鉄橋の礎石建設工事を受け負う。在留日本人総代、民会長の役につく。1901年、基調、8年に及んだ大陸生活を一旦打ち切って大阪へ帰る。1904年には日露戦争が勃発し、文官通訳官として満州の戦線へ出る。戦後、長春に土木建築受けを移行、阿川組を設立。 1920年、満州での事業を支配人に任せて引退する。満州時代の友人が、酒が良くて、魚は、新鮮、野菜が豊富、隠居暮らしには最適の城下町と広島天示を、進めるので、大阪の家を、畳広島へ今日移す。亡き母屋187ページ ABC、亡き母屋138ページ AB、亡き母屋142ページ、 亡き母屋142ページ亡き母屋146ページ亡き母屋148ページ ABC。亡き母屋150ページ ABC。亡き母屋152ページ ABC。亡き母屋153ページ身分は、将校タイルの文官通訳官、秋山義古将軍騎下の秋山死体騎兵第14、連帯所属初期の名称、阿川皇帝局、後解明して、 阿川広之 AB、亡き母や11ページ、ありがとうございます。